どうもこんにちは、ぐっちです、皆さん DJI の RS3 Pro は使っておりますか？自動軸ロックも Bluetooth シャッターもあってめっちゃ便利になりましたよね。今回なんですけれども、こちらのジンバルを使った撮影テクニック10選ということで、そちらの内容をご紹介していきたいと思います。今回なんですけれども、せっかくねジンバルがあるんで、こちらのジンバルならではの撮影方法というのをご紹介したいと思っておりまして、こちらのねジンバルを使った撮影テクニック10選ということで、撮影風景と作例とともにご紹介していこうと思います。チャンネル、皆さんいかがでしたでしょうか？撮影テクニック、これ以外にもね、いろいろ応用すれば、さまざまな撮影ができると思います。こちらの動画を切って貼っただけなんだけども、それをつなげて一つのイメージムービーっていうのを作ってみたんで、その映像がこちらになります。Thank you.
はい、どうでしたか。ジンバルを使って撮影した動画だけでもこんなにね表現豊かな映像になるっていうのがよく分かったと思います。もう全部ね同じ場所で撮影してて、全然ねあちこち動き回らずにその一箇所で撮影してるだけで、いくつかの撮影テクニックを使っただけで今みたいな映像が作れるというふうになります。全部が全部ねジンバルだけの映像になってしまうと、それはそれでね見てる人も疲れてしまうかもしれないので、カメラをねフィックスで固定して被写体を追ったりとか、ジンバルを使わない映像とかっていうのも織り交ぜたり、風景だけの映像も中に入れたりとかっていうのをやってみて、いろいろ工夫してみるともっといい映像が撮れるのではないかと思います。最後にねおまけなんですけれども、一脚を使ったクレーンショットっていうのも、やってみたんで、それもねまだお時間がある方は見てみてください。もう一つねプッシュインとプルアウトっていう分かりやすいね映像っていうのも、こちらに置いておきますので、そちらも、見てみてください。こちらの一脚を使ってジンバルのね下につけて、で高い位置から撮影するっていうことをこれを使ってやりたいと思います。でこれがねこのように、伸びるんです。これをジンバルのね、下に取り付けて撮影するということになります。で、先っちょがこれがね自由運台になってて、ここ緩めると自由に、角度が変えられるので、ここにつけます。でここの4分の1のネジに負荷がめちゃめちゃかかるんで、これをやる場合は自己責任でやってください。クレーンショットっていうのが手動でできると、もしかしたらこれ僕が持ってるやつがね壊れるかも、一脚がぐーっと来て、でスーッと上に上がります。こういう風にできます。頑丈な一脚を持ってないと、壊れる危険性があるので、これをやる場合は注意してやってください。いやー重って、ぶっちーチャンネルということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。まあ、ジンバルをね使っていろいろね撮影の幅がまた広がって、テクニックっていうのもねこの他にもね応用すればたくさんできると思いますので、皆さん工夫していろいろやってみるといいと思います。他にもねこんな撮影があるよっていうのがありましたら、コメント欄にてね教えてくださると嬉しいです。今回の動画が良かったら、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ご不明点などあればコメントの方にもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。